エリザベス2世女王が亡くなってね。で今日はね、紅茶ね、自家製発酵茶ね、飲みませんわ。まあお酒はね別に構わないですよ。もううち仏教とちゃうからね、日本神道なんでね。ただお酒とはね、ちょっと発酵食品としてね、紅茶ちょっと違いますのでね、人亡くなった時にね、自家製紅茶じゃちょっとねあかんので、お酒はね大丈夫なんですけどね。ああ仏教の話しちゃうで、ね、でさ、その発酵茶の作り方はね、エリザベス2世女王に習ったんですよ。マンチェスターのね、メアリーの部屋じゃなくて食堂で、食堂のおばちゃんのふりっていうかね、普通に3日間ぐらいいてはってお忍び言ってたけどね。で私エリザベス女王よって言ってはったから、ケタケタと言ってうっせえやんってね。日本のおばちゃんだったらそういう逆用やるけどね、さすがにマンチェスター違いそういうのメアリーのね、メアリー女王のね、隠れてたね、隠れてたちゃん、座敷牢のあったね、その物件のねそこでそんなギャグするかなっていうか、まあ紅茶の作り方習った。その後ビーフシチューのねことも習ったけどね、ビーフシチューがね、東洋に行った結果ね、イギリスがビーフシチューを編み出したと、ね、まあ、機会あったら東洋の人にお礼言っといてとか言われたけどね。まあ明らかにエリザベス2世の顔やったけどね、妹でしょ少なくと思ったら、そんなギャグ言ってないけどねよくそういうギャグは言われるとか言って、いろんなとこ出没すんねんって。だからイギリスのね、いろんな場所に、魔女やからね、あの人ね、だからガーター勲章って言うの、魔女だよーんって意味やからね、ガーター勲章与えるっていうのはね。うちは靴下はもらったけどね、ガーターはもらったけど、ガーターこれ危ないねとか言って、で靴下にしようって靴下はもらったけどね。ところが日本帰ってからね、平家の代理はね、取り上げられたけどね、靴下。これはあなたが持ってたらダメでしょ、あなたが持ってたらダメでしょ、みたいな。洗脳されて取り上げられたけどね、平家の代理から。どこにあるんだろうな、あの靴下。その代わりなんか、平家の代理は黒と白の手袋をね、今日、弟しかな、うちに開けないか。まあもう送ってきたけどね。どっちが決めるってことでしょ決闘だってことでしょ。ただね、あんなになったのはね、その平家の代理部やね。ということはね、エリザベス1世やね、平家の代理部が。じゃあ、エリザベス1世はエリザベス2世の弟子やね、要するに。次元論、たまらん次元論やろ。実際、エリザベス1世と似てるよ、顔。平家の代理部は。アンナリーね、ディアンナ。モンゴル皇帝のメイン。まあ、そういった事情を今お伝えして、うちは、ね、その魔女術のね、ね、弟子になり損ねてんのかな、取り上げられたからね、ちょっとなんかね、シンデレラみたいなんですよね。ちょっとおばはんやけどね、どっちもね、全員ね、関係者全員おばはんだっけ、ね。